続いてドライニットハーフスリープフローバーご紹介していきたいと思います。169cm 63kg のことで今サイズ1番着用してます。まあ、ご覧の通りですね、ちょっとこうゆったりとした、まあ、ハーフスリーブというのもあるんですけれども、パッと見でこう余裕を持たせたようなデザインになってます。でやっぱりまあ春夏コーディネートで、まあ、T シャツとパンツっていう風にですね、どんどんこうコーディネートがシンプル化していく中で、まあ、トップスのアイテムってやっぱり素材だったりとかシルエットでちょっとずつこうあのバリエーションをつけていくというところが重要になってくると思うんですけれども、まあ、中でもやっぱりちょっとこういうですね、ニット素材の、まあ、半数サマーニットですね、いわゆるあのハーフスリーブ、ショートスリーブのサマーニットがいいなというところで、まあ、それにですね非常にこう最適な素材っていうのがこのクォーターゲージの、ニットですね。まあ、他のアイテムでも活用されてるんですけれども、ご覧の通りですね、表面はですねこのように、まあ、ローゲージの雰囲気に仕上がってるんですけれども、まあ、内側はハイゲージで、しかもまあポリエステルニットということで、すごくですね肌当たりもサラッとしてるですね素材感ということで、まあ、夏場にはぴったりですし、こういうですねサマーニット作るにはいいんじゃないかというところからですね企画がこうスタートしてるんですけれども、まあ、実際にですね非常に肌当たりがサラッとしてるので、見た目以上にですねすごく涼しい素材感です。でしかもまあ通気性もねざっくりしているので通気性もありますし、夏場でも十分着ていただける仕上がりになっているのと、あとまあこういうサマーニット系のアイテム、まあ、ニット系のアイテムですね、っていうのはまあ大体ですねこうシルエットがやっぱりガクンとこう落ちるっていうのが特徴であると思うんですけれども、まあ、こちらの素材っていうのはすごくですね張りがこういう見た目でありながら張りがあるのでシルエットがちゃんとこう出るっていうところですね。でしかもめちゃくちゃ軽量なので着てる時のストレスもないですし、シルエットの出方もこうちゃんと出るっていうのがすごくいいなと思います。でまあデザイン的な特徴としては袖の切り替えの部分がこのように切り替わっていたりとか、裾回りとかをちょっとこうパイピング仕様にしてたりとかで、まあ、シンプルになりすぎないようにちゃんとこう1枚で主役感のあるデザインになってるかなと思います。まあ、あとやっぱこのシルエットですかね、すごく絶妙だと思います。ゆったり感あるんですけれども、だらしなくならないバランス、これはもう素材との相性もかなり大きいと思うんですけれども、まあ、そういう仕上がりになっているので、まあ、T シャツとかはね結構いろいろ皆さんバリエーションでお持ちかもしれないので、まあ、ちょっとそういったアイテムとはですね趣が違うものとしてサマーニット必要だという方にはこちらのアイテム非常におすすめです。ちなみにこちらにはシームポケットですね、カリでおなじみの耳に合わせてデザインに干渉しないように作られたポケットもございますので、まあ、立ち姿もですねかなり決まりやすいというところになっております。夏のコーディネートのアクセントにぜひですねこちらをご活用ください。